はい、ハルチボレです。ですね、人は変えられない。だが、自分自身のことは変えられるという話の結論として、人を変えれる、人は変えれるという話をしようかなと思います。人は変えられない。でも、自分自身のことは変えれる。その先にあるのが、結論として人は変えれるという話なんですけど、ちょっとこれ画面ぶれて申し訳ないんですけど、そして寝起きの30分以内に、歩きながら撮影してるっつう感じですね。すいません。はい、それは端的に言うと、人を変えるにはどうしたらいいかというと、自分自身が変わっていってる成果をじわじわ見せつけるということですね。まあ、見せつけるって言ったら語弊があるかもしれないですけど、自分が変わっている様を、そして自分が変わっていってる様をその人に見てもらうのが、答えですね。基本的に人は尊敬してる人の意見、そしてちゃんと自分がいいなって思った意見しか、聞かないので、真意として本質的には聞いてくれないということですね。はい、尊敬してる人の意見、そして本当にいいなって思った意見は聞くんですね、人はね。それ以外はなかなかね、人って聞かないものなんでね。のためには自分のエネルギー状態変えるっていうのもね、ポイントなんですけど、それでじわじわ相手は変わっていくということですが、今回の話は自分の、成果を見せつける、自分自身が変わっていってる様を見せつけていくと、相手がね、ちょっとずつ、あれ、あいつなんか変わっていってんじゃんとか、なんかいい感じになってきてんじゃんとかね、最初はバカにしてたけど、あれ、あいつ、あれみたいな感じになってくると、その人自身がね、あれ、じゃあ俺もこのままじゃダメだ、もたもたしてらんねえよみたいなね、感じで思ってくるんですよね。それが、人は変えられない、だが自分自身は変えられる、そして相手のことを変えられるというふうに、意味付けしてお話をしています。はい、どうでしょうか。じわじわとね、自分がこう進んでいってる様、自分が変わっていってる様、変容していってる様っていうのを、相手、周りの人に、見せつけるっていう言葉の方が、分かりやすいんでいいかなと思いますが、そういう風にやっていくとね、じわじわね、相手って変わっていくんですよね。はい、それなんで、最初にお伝えしたように、基本的にはこっちの意見、あなたの意見っていうのは相手は聞かないもんだと、残念ながら聞いてくれないので、こっちがね、変容して、変わっていってる様を相手に見せつけていくということでございまして、じわじわ、相手を変えたいのであれば、自分がその相手に変わってほしいなって思うようなアプローチというかね、こっちがそのエネルギー状態を変える、自分がステップアップしていくところを見せてあげると、相手の意識が変わっていくということですね。はい、ということでどうでしょうか。相手を変えるっていう話をしてみました。相手は変えられない、自分自身のことは変えられる、しかしその先にあるのは、結果的に相手のことは変えることができるというお話でございました。はい、ということで今日は火曜日ですね、楽しくいきましょう。ありがとうございました。